明日わし無限アパレルのだっけ。じゃあこの無限アパレルだ知識と個性を掛け合わせて自分にしかできないスタイルを見つけていこう。欲しいと思う服、かっこいいと思う服は自分で選んでいこうねっていうチャンネルになっております。概要欄にはメンバーシップ、いろんな相談がわしに直接できたりするし、岡山弁古着やラインスタンプやめとかれやめとかれじゃったり、 Amazon 欲しいものリストも公開してるから、このチャンネルを応援支援してもらえると嬉しいです。よろしく。じゃあ近年は正直レビューシリーズでユニクロ、無印、ハイブランドをレビューさせてもらったり、業界の裏話だったり、わしがアパレル業界に15年おる利点を生かして、わしにしかできないようなこう視点っていうところをメインにお話をさせてもらっとるんじゃけれども、皆さんいろいろなパンツをお持ちじゃと思います。そんな中で今、クローゼットにスキニーパンツが入っとる人はおるじゃろうか。おる人は手挙げて。なかなかおらんというか、少なくはなってきとんじゃねえかなと思います。わしと同世代の方々なんかは記憶に新しいスキニーパンツ、そのブームを肌でビシビシと感じた人たちも見とんじゃねえかなと思うけど、今ではそういったシルエットのデニムを手放してしまったり、やっぱり若い人が履くとかパンクだったりロックだったり特定なカテゴリーを思い浮かべるから、もうちょっとさすがに着れませんわって思ってる人もおるんじゃねえじゃろうか。今回はそんなスキニーパンツまだダサいとか言ってるのっていうお話をちょっとして、スタイリング、わしはやっぱりアパレルに長くおって服を着ることと買うこと、この2つが一番大好きで、そんな中でわしも1本だけじゃけどスキニーパンツを持っております。それをスキニーパンツ、なんかイメージに左右されてしまってダサい、もうそんなの誰も着とらんよって言ってしまうのは時期尚早じゃねえかなとわしは思います。今だからこそ着れるスキニーの着方だったり、やっぱりこういう着方は難しいよっていうところっていうお話をしていけたらなと思う。けよかったら見てやってくれ。行ってみよう。今日はまだスキニーパンツダサいとか言ってんのっていうところで、今だからこそ着れるスキニーパンツの履き方 NG のポイントっていうところをお話をしていきてえなと思います。今回スキニーパンツの動画を撮ろうと思うにあたって、そういやスキニーパンツの歴史ってどうなっとんじゃろうと思ってちょっと軽く調べてみました。どちらかというとわしら世代はやっぱりエディ・スリマンの影響でスキニーパンツを履いとった人も多いから、こう2000年以降から出てきたようなこうホットデのシルエットみたいな感じで捉えてる人も多いかもしれんのんじゃけど、その歴史は意外と古く、1700年中盤マカロニと呼ばれた人たちがルーツになっとるんじゃないかという説があるんじゃ。このマカロニという人たちは奇抜なファッションに身を包み、変な言葉遣いをして、わしじゃな、まさにわしじゃって調べながら思ったんじゃけどそういったまあある種そういった変な格好して変な喋り方をするから、ちょっと軽蔑の、故障ともしても使われた、歴史はあるらしいんじゃけれども、そういった人たちが他の人たちと差別化をするために細いシルエットのパンツに身を包んだのが一つの原点なんじゃないかって言われとるのがマカロニ説っていうやつらしいんじゃけど、そこからまあテディだったりとかパンクだったりとかロックだったりっていうスタイルに引き継がれていって、2003年エディ・スリマンがディオールに就任して、日本では2008年から2015年頃までに大流行したと言われとるのがこのスキニーパンツという歴史じゃと思います。そんなスキニーパンツ、冒頭でも言ったけど今持っとる人はかなり少なくなってきてしまったんじゃねえかなと思います。わしは前もって話しておくと、スキニーパンツももうスタンダードの一種になっていると考えている人間です。ワイドが流行、スキニーが流行、まあその時々でちょっとこう波の上下はあるにせよ、ストレート、スキニー、フレア、ワイド、この4つっていうのはもうどのブランドにおいてもスタンダードになってて、その時々でバーンと多く品番数が用意されるものもあるけど、基本的にはもうスタンダードの域に入っているとわしは思ってるんで、こういったスキニーパンツも履けないよりかは履いた方がいい。シルエットや体型の問題で30を超えてくると、やっぱり体型に変化が訪れてくる人っていうのもいらっしゃると思うから、しかも EC がメインになってきたこの時代で、ワイドシルエットだったりゆったりとシルエットしたシルエットから大きく変わることはないって言われてる。これはわしも同意なんじゃけれども、細いシルエットを履きたい人っていうのはもう一定数おるし、これがこうなんだか絶滅してしまうみたいなことはわしはもう一切ないと思っております。というわけで今日はこのファクトターンっていうブランドのスキニーパンツを使ってスタイリングをご紹介していきたいなと思います。このファクトタムというブランドは今では比較的こう珍しいパンツのシルエットが、基本的にどの品番を見ても結構細いものが多いのが特徴のブランドじゃねえかなと思います。もともとはエディ・スリマンがスキニーパンツをこう作った時期と同時期にコレクションをスタートしたブランドだったりするから、めちゃくちゃ細い
シルエットのデニムが多くて、当時わしもファクトタムのデニムを履いとったんじゃけど、何年ぐらい前かな、4、5年前ぐらいに久々ファクトタムの直営のお店に行って買ったのがこのファクトタムのジャックというモデルになります。しかもこれでもね、わしが履くとまあこんな感じのシルエットで結構ぴったりした、まあもうね、ワイドが結構多いこの時代においてはめちゃくちゃスキニーに思えるんじゃけれども、このファクトタムには当時わしが履いた時にはもう一個さらに細いモデルがありました。でグレーのデニムが使われとんじゃけど、コットンが 98% で 2% だけポリエステルが入っとんじゃけど、そこまでめちゃくちゃストレッチが効いとるっていうわけではないから、まあかなりこう履き心地とかぴったりした感じっていうのは、今のこのワイドパンツ主流の時代においてはなかなか感じることができないシルエットなんじゃねえかなと思います。そんなスキニーパンツ、若い子のパンツ、ヤリラフィー、キャッチの兄ちゃんみたいなイメージがあると思うんじゃけど、このパンツを着こなすポイントは多くすれば死ぬぞっていうところじゃねえかなと思います。中途半端なことをしてしまうとやっぱり着るのが難しい。特にわしより下の世代の方々なんかはやっぱ細くてでも肩幅はあってみたいな体型の方って結構増えてきたんじゃねえかなと思います。特にこう細いシルエットを強調してしまうようなスキニーパンツを履くと、どうしてもこうトップとボトムでシルエットの差が極端に出てしまう。なんかまあね、ワンピースのクマみたいなシルエットにどうしてもなってしまうから、バランスが取りづらいっていうところも同時にあるし、わしより上の世代の方々にとってはやっぱり若いイメージがあるから、ちょっとロックだったりパンクだったりっていうカテゴリーに属したスタイリングをしないのであれば着るのが難しいってところじゃねえかなと思います。そんな中でわしも3つコーディネート組んでみたんじゃけど、まあこのね、スキニーというパンツが自分にとってもこう数ある何十本何十本であるパンツの中の唯一の1本じゃから、このスキニーパンツが多い人からすれば何の気なしに着れるんじゃろうけど、やっぱりわしの中でもこうコーディネートを選ぶ上で少し気をつけるポイントが多かったなと思いました。ハーフ丈、中途半端な丈のアイテム、特にアウターとの相性は結構難しいと感じる人は多いんじゃねえかなと思います。こんな感じで茶色っぽいボアのコートと合わせてみたんじゃけど、余計シルエットが極端に出やすいのもあるし、細いパンツにこう膝が隠れるぐらいのアウターっていうのを着るのはまあできんこともねえし、やりようはいくらでもあるんじゃろうけど、一般的に着るのはかなり難しいんじゃないかなと思います。そしてわしがご紹介したいスキニーパンツの着こなし方は、短丈、超ロング、超ボリューミー、この3つじゃねえかなと思います。1つ目のコーディネートはこんな感じ。短丈と言った通り、スキニーパンツにハーフ丈だったり中途半端な丈を合わせるのは難しいから、短丈のヴィンテージのスカシャツを着て、その中にブラックのトップスを着て、黒グレー系でまとめながら一番外に丈の短いアイテムを合わせることで、よりスタイルだったりとかレイヤードの面白さを使ったスタイリングになっております。どうじゃろう、こういった着方も面白いんじゃねえかなと思うし、スカシャツじゃなくても G ジャンなんかで代用してもええんじゃねえかなと思います。そして2つ目は超ロング、中途半端なハーフ丈のコートは難しいって言ったんじゃけど、極端に今流行っとるぐらいの地面に擦れるぐらいのロング丈のコートを着るのはええんじゃねえかなと思います。わしはソーボーというブランドの超ロングな丈のシャツを合わせてスタイリングして、その上にテーラードジャケットを合わせて、素朴さもあるんじゃけどちょっと綺麗にまとめるようなスキニーパンツのコーディネートをしてみました。これなんかは長い丈のアイテムさえ手に取ってしまえばええし、スキニーのシルエットもこうちょっとまあせっかくスキニーパンツ履くのにってところはあるんじゃけど、超ロング丈のシャツを着ることによってスキニーのシルエットを少し隠す、カバーしてあげる的なこともできるから、一番こう取り入れやすい、まだスキニー履いたことないんじゃけどでもな、確かにあんたが言う通りちょっとチャレンジしてみてんよっていう方には、入っていただきやすいこう合わせ方なんかなと思います。特にここにこうテーラードジャケット、ツイードの素朴な、ものを合わせるっていうのも結構面白いんじゃねえかなと思います。スキニーパンツを履きながらニットキャップみたいなのを被ってストリートっぽさも加えたようなスタイリングじゃな。そして最後は超ボリューミー、試しに黒のパーカーだけを着て2アイテムでコーディネートしてみたんじゃけど、やっぱりなんかちょっと凡庸というか、まあダメージが入っとるのもあって、ちょっとロックスタイル、パンクスタイルっぽいところはあるんじゃけど、まあなんかなって感じがするんじゃねえかなと思います。超ボリューミー、極端にボリュームがあるアイテムを合わせてしまえば、もうこの細いシルエットなんかがもうもはや気にならなくなるんじゃねえかなと思ってやってみたのが、今わしが着とるこの Y プロジェクトの超ボリュームがあるスウェットとスキニーパンツを合わせたコーディネートじゃな。でスウェットオンスウェットみたいな感じで、先ほどのパーカーを内側に着て、その上にこのボリューミースウェットを合わせるようなスタイリングにして、ちょっとこう黒系で色はつなげながらアウターを目立たせて、しかもサンダルもアグの水色のこうサンダルを着ることによって、めちゃくちゃ個性的なスタイリングになっとって、面白さなんかも感じてもらえるんじゃねえかなと思いました。
スキニーパンツ持っとる人今では少なくなってしまったんじゃねえかなと思って、でもスキニーパンツ履いとるやつなんて出せよって言ってしまうのは自分の可能性を狭めてしまう。わしはやっぱりいろんなものが好きだったりいろんなものが嫌いだったりするのが人間っぽくてええなとは思うんじゃけれども、わしは洋服屋としていろいろなジャンルだったりいろいろな洋服にチャレンジできる幅は持っておきながら、その中でその時の気分で今はこういうアウトプットっていうのが選んでいけるのがわしは面白いなと思っとるから、スキニーパンツをもう切り捨ててしまうのはわしはもったいねえんじゃねえかなと思って今回動画にさせていただきました。スキニーパンツこの機会に改めて着てみてもらえたらええなと思うんじゃけれども、やっぱり着こなす上で30を超えてきた我々がスキニーパンツを着るのは正直難しいっていう気持ちもすごくよくわかります。わしも実際この3つのコーディネートを組むのに結構時間がかかって、今までは気にしないようなちょっと細かいところに気にしこう配ったりとか、まあそういうところがわし自身が面白いなと思う人間じゃからええんじゃけど、中途半端なアイテムを着るとちょっと難しさを感じるんじゃねえかなと思います。ハーフコートだったりとか中途半端な丈のジャケットを合わせていくと難しいから、1つ目は短丈のアイテム、2つ目は超ロング、3つ目は超ボリューミーにまとめる、こういった合わせをしていけば、特定のカテゴリーに所属しないロックだったりパンクだったり、そういったスキニーパンツを代表するようなスタイルに位置することなく、でもスキニーパンツをデイリーに着こなすことができるポイントなんじゃねえかなとわしは思ってご紹介させていただきました。お前のお酒が気になって全然動画の話が入ってこなかったよって方は高評価、チャンネル登録、感想なんかもぜひぜひコメントにいただけたら嬉しく思います。わしはこんな感じで人とはちょっと違うというか、まあ、めちゃくちゃ違うことはねえんじゃけど、アパレル業界での経験もありながら、こういった皆さんに対してのこう洋服の発信をしながら、服を好きになってもらう、服にちょっと興味持ち始めてしもたがなこの野郎って思ってもらえるようなきっかけを作れたらなと思いながら発信をさせてもらっております。引き続きよろしく。じゃあほなな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほなな。